皆さんこんにちは。言葉が見つかりません。しかし私たちは注目するわけにはいかない。そのような思いを込めて行動を起こしました。米軍に与えられている特権はお分かりのように、地位協定、まず一つ目に財産権。日本国は合衆国軍隊の財産についての捜索、差し押さえなどを行う権利を持たない。二つ目に国内法の適用除外、航空法の適用除外や自動車税の減免など。3点目に出入国自由の特権、出入国管理法の適用除外。ですから事件を起こして逃げる方がいても、日本の法律が適用されない状況でどれだけ米国に逃げ帰ったか。4点目に米軍基地の出入りを制限する基地の排他的管理権、日本側の出入りを制限をし、事件事故の時にも自治体による基地内の調査は拒否されている。5番目に裁判権における優先権、犯罪米兵の身柄引き渡し拒否など。これが95年の少女暴行事件の時に地位協定17条5項 C によって身柄は米軍によって拘束され、どんなに沖縄の県警が身柄を引き渡してくれと言っても引き渡されませんでした。挙句の果てにはアメリカの攻撃的配備によって身柄を引き渡す、とんでもないことです。みんなで心を込めて哀悼の意を表したいと思います。よろしいでしょうか。よろしいですか。では、黙祷を始め、残忍な行為によって命を奪われ、尊厳を奪われた島袋さんに心からの哀悼の意を表したいというふうに思います。沖縄の皆さんの苦しみ、そして島袋さんの苦しみを我がこととして絶対に繰り返させない。アメリカ軍は人の命を奪い、人の尊厳を奪う訓練をされている、兵士という、軍属でしたけれども状況です。だからこそ人の尊厳や命が奪われ続けている。にもかかわらずこの基地をなくしていくのではなく、耐用年数200年の辺野古の新基地を新たに作ろうとしております。絶対に許すことはできないというふうに思います。皆さんと共に沖縄の皆さんの命と尊厳を守っていく方向に大きく切り替える、そのために私も全力を挙げていくということをお誓いを申し上げ、連帯のご挨拶とさせていただきます。ご一緒に頑張りましょう。私が米兵にレイプされている時に、日本を愛している警察に神奈川県警に行く時、私のヒーローになると思ってて加害者扱いされました。その時にこの私手に持っている DNA のレイプテストキットも日本もなかった。もう本当にそのままでオーストラリア帰りたい。自分で家族と一緒に心の傷で治したいけど、いろいろ調べて、さっき高崎、一和さんが言ったこと、こんなにたくさんの、これが私14年間はずっと思ってますよ。こんなにたくさんの被害があります。日本の政府に連れて戻ってください。できない。地位協定があるから。16条に日本の法律を尊重しか書いてない。
従うということを書いてない。ジェインさんに何もできません。そして諦めることしないよ。私10年間彼を探しました。やっと見つかりました。それで日本の政府にお願いします。私の判決文、今牢屋の中にその加害者が入ってるから、判決文をメルカに送ってください。外務省が何と言って分かりますか。日本の政府がそんな予算がありません。郵便来てもお金も私のためになかった。今から30数年前、私はザレイフという小説を書きました。小説の形を借りながら、その裏側には大勢の被害者の声を上げられない女性たちが私の背中を押してくれたのです。これは映画になったりドラマ化されたりしました。一人でも多くの人にこの犯罪、魂の殺人です、この犯罪を知ってほしい、そのためにはどこに行ってでも何の話でもすると心に決めたのですが、その頃週刊誌が私が書いたこの小説、当初特に最初の頃どのように報じたかというと、落合恵子がポルノを書いた、レイプはポルノだったんです。彼らにとって女性が略奪と支配の対象である限り、レイプはポルノグラフィーと同じ扱いを受けるということを書いてみて改めて私は知りました。あれから30数年経って、まだレイプについての神話と幻想が世の中に満ち満ちているじゃないですか。夜歩いたから悪いんだ、夜歩いてなぜ悪いんですか。月があった、月がなくたって襲われるんです。ノー